独立省農業者党はハンガリーの右派政党。直近の2006年のハンガリー総選挙では議席を獲得することができなかった。正式名称は独立省農業者、農業労働者、市民党。日本では独立省事主党とも訳される。1908年に結成され、初代の政党は第二次世界大戦後の初めての選挙において、 多数派の支持を集めて勝利し、その結果として、当主のティルディ・ゾルターンが、ハンガリーの首相となった。小農業者等が多数を占める国会は、1946年に共和国を樹立し、ティルディを大統領に選出した。ティルディの公認の首相は、ナジフェレンツが務めている。しかし、国会議員のうちわずか70人しか、ハンガリー共産党に所属していなかったにもかかわらず、 ソビエトの影響下において社会主義の内閣を組織することを余儀なくされた。1947年に共産党は小農業者党に対するクーデターを実行する。民主的な観光が廃止されたわけでもなく、また小農業者党のディンニエーシュラヨシュが首相の座に止まったにもかかわらず、共産党は着実に権力を手にしていった。2年後、小農業者党は 共産政党のハンガリー近道社党を率いる人民解放戦線に吸収された。後に、ハンガリー近道社党が同年選挙において勝利を収め、共産主義者による人民共和国が樹立された。その後、小農業社党は解散することとなった。1988年11月18日、ブタペシュトにおいて再結成され、 1990年の民主化後に43年ぶりの自由選挙で行われた議会選挙には反共主義の立場で参加386議席中33議席を獲得した。選挙後第1党となったハンガリー民主フォーラムと連立政権を樹立した。しかし、その後はハンガリー社会党をはじめ中道左派の復調の中で統制が伸びず、 より右派よりに路線を改めたものの似たような保守路線を明確にしたフィデス・ハンガリー市民同盟に支持を奪われ、2002年の総選挙では、得票率1%にも及ばず、全議席を失った。ありがとうございます。